ボンジュー、皆様こんにちは、プラマリのガクです。今日はですね、この子2015年2月に発売したネオブライスマラケッシュメランジェさんの紹介レビューを行わせていただきたいと思います。このマラケッシュメランジェさんなんですけどね、久しぶりに発売したこの濃い色のエメラルドグリーンの綺麗なね、特徴のある髪色のブライスさんだったのでね、出たばかりの頃発表された時はかなりのすごく大反響がありまして、この後ろに見えますね、アレクシスエメラルドさんが12年に発売してしばらく出てなかった髪色の子なのでね、発売当初かなりの人気で比較的お迎えするのも難しかった子だったように記憶しておりますね。それではね、詳しくこのマラケッシュメランジェさん見ていきたいと思います。彼女の髪型ですね。彼女の髪型はエメラルドグリーンの前髪のあるロングヘアですね。すごく長いロングヘアですね。見てもお分かりになるようにね、このように裾まで足元のね、くるぶしぐらいまでにかかるような本当に長いロングヘアでね、買った当初は裾の方にフワイルパーマがついていたんですけどね、シャンプーしたり遊んでるうちにね、取れてしまったんですけどね、今では若干ちょっとストレート気味になってるんですけど、フワイルパーマのかかったロングヘアとなっておりますね。このマラケッシュさんに使われているエメラルドグリーンの特徴的な髪色のヘアなんですけど、まず一番初めにね、この髪色が使われたのが2007年に発売されたプリンセスアラモードさんからになります。そのね、アニバーサリーのプリンセスアラモードさんの髪色、エメラルドグリーンのこのような髪色がすごい大人気で、その後しばらく発売されてなかったのですが、2012年にですね、このアレクシスエメラルドさんにね、久しぶりに使われてすごい人気のあった子でね、もう予約の段階で即完売、本当にね、なかなか手に入らないブライスさんだったんですけどね、その2012年の後またね、数年経ってやっとこ発売されたのがこのね、マラケッシュメランジェさんなんですけどね、2012年からね、2015年ということで3年間が空いてしまったんですけどね、アレクシスさんよりはね、紹介しやすかったような印象はあるんですけどね、やはりラディエンスプラスということでね、生産数も若干多かったように思いますしね、やはり2012年に発売されたアレクシスさんね、ちょうどね、震災の後の年だったのでね、比較的生産数も少なかったような感じだったのでね、エメラルドさんよりはね、紹介しやすかったんですけど、それでもやはりマラケッシュさんかなりの人気でね、お迎え難しかったような記憶がまだ残ってますね。次にね、彼女のフェイスタイプの方を見ていきたいと思います。彼女のフェイスタイプはラディエンスプラスという顔型になりますね。ラディエンスの顔型を元にして作られた2代目ラディエンスですね。2012年のエメラルドさんはラディエンス、2015年の、マラケッシュさんはラディエンスプラスとなりますね。僕の個人的な感想なんですけど、ラディエンスプラスはラディエンスよりもね、若干カチッとした小顔っぽい感じっていうんでしょうかね、ラディエンスの方が若干ね、アイホールが大きかったり、ちょっとにっこり顔だったりね、柔らかい、感じの印象で、ラディエンスプラスはですね、もうちょっとカチッとした小顔な感じで、なおかつですね、ラディエンスよりも幼い感じ、それでもカチッとした感じなんですけど、幼い印象をね、与える感じの顔型ではないかなと思っておりますね。まあ、メイクの印象もあるんですけどね、ラディエンスは比較的ナチュラルメイクの子が多い。で、ラディエンスプラスはね、ちょっとチークの濃いめのね、おてもやん系の子が多いのでね、その関係で若干幼くも見えるんではないかなとは思うんですけどね。で、僕はね、結構ね、やはり一般的にはね、ラディエンスの方が人気があるんですけど、僕個人的にはね、やっぱりラディエンスプラスのね、カチッとした、ちょっと清楚なね、清潔感のあるお顔がね、結構好きだったりしますね、ラディエンスプラスね。次に彼女の肌色の方を見ていきたいと思います。肌色ですね。肌タイプはフェア、ナチュラルカラーですね。普通肌よりワンランク明るい肌色になりますね。
6段階あるうちの肌色の上から3番目の明るさでね、本当にね健康的な感じの明るいねいい肌色ではないかなと思ってますね。オレンジ系のメイクと相まってね、彼女の肌色すごく綺麗じゃないかなと思うんですけどね。次にメイクの方から見ていきたいと思います。メイクですね、まずメイク、アイシャドウはブラウンのアイシャドウですね。ブラウンのアイシャドウにチークとリップはオレンジになってますね。すごく珍しいですね、オレンジのチークとリップね。普段ピンクですとかね、サーモンピンクのメイクの子が多いのでね、たまにこういったオレンジ系のメイクが出てくれるとすごくね新鮮な感じでね、いいんではないかなと思いますね。フェアの肌色とね相まってすごく健康的でね、性格の良さそうなねブライスさんにね仕上がってるんじゃないかなと思いますね。次にですね、まつげとまぶた見ていきたいと思います。まぶたは成形色ですね、デフォルトですね。またまつげもね、いわゆるのりまつげと呼ばれるデフォルトのまつげになっております。アイカラーの方を見ていきたいと思います。まずこちら正面デフォルトのピンクになりますね、デフォルトのピンク。次にですね、右目デフォルトのブルーになりますね、デフォルトのブルーですね。次に正面ですね、正面グリーン、デフォルトのグリーンですね。若干ねいつもより明るめのグリーンじゃないかななんて、ちょっとね黄色みがかったグリーンに見えるんですけどね、一応設定ではデフォルトのグリーンになってますね。最後こちらですね、左目ですね、スペシャルカラーのイエローになってますね。すごく可愛いですね、なんかヒョウとかねラヒョウみたいな感じのね、すごく綺麗な黄色のね瞳ですね。珍しいですね、黄色の瞳とねグリーンのエメラルドグリーンのね配色もすごく綺麗ですね。でなんでこの子ねオレンジが入ってなかったのかなってちょっと不思議なんですけどね、オレンジの瞳もねよく似合ってたんじゃないかなとはちょっと思うんですけどね、オレンジのメイクですしね、エメラルドグリーンだったらねオレンジでも良かったんじゃないかななんてちょっと思ったりしてますね。次イヤリングですね、イヤリングの穴があるタイプですね、特徴的なね、黒いイヤリングがついてますね。次こちらマニキュアはなし、デフォルトのシンプルな、指になってますね。次にねプルリングはデフォルトの肌色になっております。次こちらスタンドですね、スタンドは真っ赤なスタンドにシルバーの支柱のスタンダードなタイプになってますね。はい、それでは次にねモロッコの文化からインスピレーションを受けたという彼女のね特徴的なアウトフィット、お洋服の方を詳しく見ていきたいと思います。まずこちら彼女のね綺麗なロングのエメラルドグリーンのヘアを飾る特徴的なねヘアアクセサリー見ていきたいと思います。こちらのねちょっと星をモチーフにしたねヘアアクセサリーはモロッコのですねガラスランプをモチーフにしたヘアアクセサリーで、このようにね5色のブルー、黄色、赤、グリーンとベージュのねリボンがあしらわれてて、本当に手の込んだアクセサリーでねすごく綺麗ですね。付属品のイヤリングですね、この黒いボンボン、タステルというそうなんですけどね、黒のタステルのついた大人っぽいイヤリングですね。赤いビーズもねこのようにあしらわれてて、本当にね高級感ある繊細な作りのね綺麗なイヤリングになってますね。で次にこちら白いファーのあしらわれたね黒とゴールドをね基調にしたケープですね。今の季節にちょうどいいね感じのケープですね。脱がせてみますとねこのようにね首元に黒いレースがあしらわれておりまして、光沢のあるね裏地と表地を囲むようにね暖かそうなファーがあしらわれて、本当に高級感のあるケープに仕上がってますね。で次に彼女のねノースリーブのロングワンピースの方を見ていきたいと思います。やはりね一番この目を引くのがこちらモザイクタイルのデザインをプリントしたねこのロングスカートの部分ですね。からしイエローですとかねちょっとえんじのね絵柄がねちょっと施されててすごく綺麗ですよね、特徴的でね。
またトップス部分はね、黒地にね、ちょっと花びらをね、模した襟がね、施されておりまして、見頃にはね、このように金のボタンが2つついておりますね。あとまたこちら金のベルトもね、あのアクセントについてて、すごくちょっと変わったね、アウトフィットに仕上がってるんではないかと思いますね。最後にね、足元なんですけど、足元はね、黒のミディアムブーツが採用されてますね。コーディネートされております。すごくね、履かせやすくて脱げにくい、使い勝手のいいね、ミディアムブーツですね。このね、エメラルドグリーンの綺麗なマラケシュさんなんですけどね、エメラルドさんからね、3年ぶりに2015年に採用されたということでね、もう今年ね、2018年なのでね、来年ぐらいにね、またラディエンスリニューでね、この綺麗なエメラルドグリーンのね、髪色のね、ブライスさんが出てくれたらまたいいなぁなんて個人的には思っておりますね。このようにね、エメラルドさんとマラケシュさんね、二人並べるとね、都会で生活してるお姉さんとね、まだ田舎でね、すくすくと元気に生活してる妹みたいな感じでね、すごく面白い対比でね、あの同じ髪色なのにね、ここまでもね、キャラクターが違ったようなね、性格の異なるようなブライスさんに仕上がるのはちょっと面白いですね。お姉さんのエメラルドさんに妹の素朴なね、妹のマラケシュさんなのでね、もう一人ね、このエメラルドグリーンの髪色で3姉妹にしてみたいなと思うんですけどね、プリンセスアラモードさんはとても高くてね、手が出ないのでね、できればね、 CWC さん、高富さんね、2019年、このね、エメラルドグリーンのね、新しい髪型の子を出してくれたらいいなと思っておりますね。はい、それではね、今回のマラケシュメランデさんの紹介レビューいかがだったでしょうか。もしね、少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになります。またこちらブラマニ YouTube チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。どうかお願いいたします。それでは次回のライブや動画配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボアー、オーバーボアー。